呪い、オーブ、ポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話、ゾッとする話。でも今日もね、いろんな方にね来てもらってるんすよ。ジュニアが強いわ。聖司がえうっさいんすよ。聖司です。誰が残念な兄貴だよお前。聖司です。はい、ということでやってまいりました大好評企画、ゾッコはめっちゃ好き。狂気を感じるということで、第6かな7かな。ほうね、もうすごいね。7すごい回数になりましたけど、なんと全部高評価1万超え、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ今回も高評価の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでも結構時間空きましたね。いやもう俺ももうゾッとしてないから最近早くゾッとしたいと思ってどこ向いてる。ありがとうございます。はい、ということでじゃあ一つ目、ジャブ程度にお話ししていきます。よし。はい、作り話。まあある時男6人で飲んでましてね、はいはい、怖い話をやりまして、怖い話したんですけど、 A 君はね怖い話に疎くて興味がなくてないんですね。そういう人いるよね。で盛り上がっていって自分の番になったんですけど、話がない、雰囲気悪くしたくないということで、なんと作り話を始めまして、その場でパッと作ったことを言って、それがなんかさ、近所に丸々知ってるみたいな、あそこでこの前ね火事が起きて人が亡くなったと。その人の呪いがあるから、なんかその辺はやばいみたいな話をして、なんか意外と盛り上がってくれて、みんな場所知ってるわ。あ、場所ね。まあその飲みは無事終わりましてね、 A さん帰宅の道で、まあ、歩いていまして、はい、そしたらね女の人に話しかけられまして、はい、道を教えてほしい、うん、道案内されて、そこに向かったんです。案内して、はいはい、その場所がその作り話で作った近所で、あれ火事で人が死んだって言った場所だったんです。あら、まあ不気味だったけど、こんなね偶然起きるわけないだろうということで、まあそのまま送り返して、まあ怖かったんでもうスタスタ歩いていったんですよ、はい、で、その人と一瞬振り返ったんですね。振り返った途端、うんうん、目の前にさっきの女性が立ってて、え、さっき私の話してましたよ。それやばい。作り話が現実になった、現実だったんじゃないか。え、で、その人が怒ってて、怖っ。いつも通りジャブじゃないのよ。はい、ということで一つ目でした。できた。いいっすね。どんどん殴ってよ。ジャブじゃなくて、どんどん殴ってよ。リバーの方で。レバーでしょ。レバーは何だ。肝臓。肝臓を取ってやろうか。うへへへへ。二つ目のお話。カラオケボックスの女。カラオケボックスなんて一番怖いよ。カラオケに A さんが行きまして、はいはい、選択したいじゃないですか、機種を。大体その機種の方を言ったら、まあそっちはもう空いてないので、こっち機種の方じゃなければもうすぐご案内できると。でもその機種が良かったので、じゃあ待ちますって言って、まあ、じゃあ15分ぐらい待とうかと思って、トイレ行きたいなと思ってトイレ行こうとしました、うん、そしたらなんか視線を感じて、ちょっと隙間が空いてた部屋があったんで、その部屋をちょっと覗いたんですよ。そしたらなんか大部屋に多分10人ぐらい入るようなでっかい部屋で、なぜか一人だけ女性がね、なんかマイク持って歌ってると。それを見てすぐですね、女性が振り向いてこっち見て、目があったんですね、うん、これやばいと、気持ち悪いなと思って、すぐパッて閉めてトイレ済まして、まあ受付戻りました。そしたら、ね、いい部屋空いたんで、うん、お案内しますね、はいはいはい、あ、ラッキーと、すぐ空いたと思って行った部屋がさっきの部屋だった。えっ、うわ、いやなんかやだよ。その時は特に違和感も感じず、ラッキー、はい、大きい部屋だ。まあさっきなんか女の人いたけど、トイレしてる間に会計も全部済ませたのかなみたいな、特に考えずにカラオケを楽しもうと。でまあ1時間ぐらいね、はい、気にせずに好きな歌歌いまくって、まあ、2時間予約したんで、まだ半分あるじゃないですか、うん、で小休憩しようと思ってドリンクバーに向かったわけですね。ドリンクバー入れて帰ってくると、聞いたことない歌が自分の部屋で鳴り響いてるんです。なんか演歌のような曲調で、こんなん入れた覚えねえけどなと。ただその画面見てみると歌詞がちょっと異様で、細いナイフを持って憎い男を待っている。何その歌詞。その瞬間に鳥肌バーッとあって、すぐリモコンで消しまして、でまあそっから、まあまた30分ぐらいは普通に歌ってて、そのまままたトイレ行きまして、トイレから出てきたらまたその曲かかってる。さすがにやべえと、リモコンで消しまして、じゃマイクがないんですね。気になったことがあって、あの曲なんだろう。そうだよね。履歴見ればわかるなと思って、履歴見たら自分が入れた覚えない歌が1個入ってるんですけど、自分が歌う前の履歴も見れるっちゃ見れる。
見れる。それも永遠に同じ歌しか言って、歌のタイトルが懺悔の値下げもない、意味わからないんですけど、まあ同じ歌をずっと歌ってるって時点でもう気持ちが悪い、もうビシャーと入って、その瞬間にあ、マジでやばい、そう直感しトイレに逃げたんですね。まあでもトイレも逃げてもしょうがないって感じで、まあ自分で考えて、まああと30分あるけど、もう会計しようと思って、レシートかなんか取りに行くじゃないですか。そろそろその自分のドアを開いたら、またあの曲がもう第4部もう来てもい鳴り響いて、本当にやばいと思ってすぐ撮っていったんですね。やっぱどうしても最初にね、目があったあの女の人が頭に浮かんで、気持ち悪いなと思って振り向いたら、そこにへばりついて、うわ、女性が満面の笑みでこっちを見て、とりあえずやばい、とりあえずやばい、こんな状況無理なんですけど。サボ、明日カラオケ行こうぜ。なんでやねん。はい、ということで3つ目のお話。うわぁ、彼氏、まあ、その主人公をね、お話しする女性は気になる子がいて、まあその子を、まあ、A 君としましょう。その A 君と付き合うことになれたんですね。おめでとう。おー、はい、それで A 君と付き合ってて、まあよくメールするんですけど、電話をする日があって、電話をするとなぜかその数分後に自分が話した会話が丸々書かれてメールで、え、まあちょっと気持ち悪いなって感じはあるんですけど、まあ特に気にせずに、なんか変わった人だなと思って。そしてある日ね、カップルでね、デートしてる時に A 君にいたずらでメールを送って、まあ、そしたらまあ着信なんか流れるじゃないですか。でその時になんかふとなんか変な違和感を感じて、その女性はなんかその徐々にその電話のマジで完コピして帰ってくるから、はいはい、気持ち悪くて、一旦友達との電話も一回メールで来た。やばいってなって友達に相談した。本当にやばいやつかもしれないから、うん、聞くか、なんかチェックしないみたいな言われて、その思い切っていこうってことで、次のデートの時にこっそり自分で見たんで、 A 君の携帯を、はいはい、ちゃんと A 君の送信履歴に入って、えっ、わー、だからちゃんと A 君送ってる。うわ、で気持ち悪いなと思って、うん、でその次の日電話しまして、電話してる最中になんかちょっとやばいかもなと思って、これもしかして逆に今メール送ったらなんかわかるのかもしれない、確かにって思って、電話中にメールを送ったんですね、 A 君、うん、自分の部屋の窓ら辺から着信音、あれこれやばいなと思って、うん、やばい、窓見たんですね、うん、窓にへばりつ、耳で聞いてるんですよ、やばってなって気持ち悪いなってなって、そしたらもう目が合った人にガン出して逃げて、逃げた。で結局メールして、なんかやっぱなんかメール送ったの A 君だったんだねみたいな、うん、まさかなんか本当に送ってるとは思わなかったみたいな、はい、こんな感じで送ったわけです。じゃあごめんね、バレちゃった。いやでもその瞬間にとある理由でその女の子はガチで鳥肌が止まらなくなってしまいます。なんでかっていうと、女の子の部屋が3階だった。分からないんだけど、単純に異常な人なのかもしれない。この例じゃないパターンの声やった。そうなんだ、ガチ、もうこういうのが一番怖いんだ。行き過ぎた愛って怖いな。行き過ぎない恋愛も知らないということで、なんと今回今日は4つ特別。うわー、俺は上がるね、ノリじゃなくても上がってくるよ俺は。まあということで聞いてください。しゃあ、はい、4つ目のお話、友人の怨念。友人の怨念、怨念なんて一番怖いからね。お前の一番すぐ変わるね、うん、まあ主人公 A 君とします。はい、はい、B 君がいまして、で A 君は B 君と仲良くないんですよ、別に特に絡みないんだけど、 B 君が付き合って彼女が浮気した A 君、あらで A 君はその子と付き合っちゃった。だからなんか関わりないけど気まずい相手というか、あー、嫌だね、あんまり話したくはないんだけど、うん、なんか A 君はオカルトが好きなんだって、ホラー系が好きで、まあ、それを知ってるのか知ってるのかわからないけど、 B 君がある日話しかけてきて、俺は〇〇神社で幽霊2回見たんだよっつって、あら、うん、夜中の1時にあそこにだけ絶対行くなって言われて、教えてくれたんだ、あ、分かったみたいな、まあ、言いつつもオカルトが好きだから、ね、行きたくなっちゃって、夜中1時にちょうど神社に向かったわけですよ。結構高い階段が、うん、まあ、そこをバーって上がって、まあ、その神社着きました。じゃあなんか人影みたいなのが見えるというか、あれこれマジのやつか、本当に来ちゃった、あれ、うん、オカルト好きで見てみたかったから、うん、で来たこれみたいな、心怯えつつも心躍るというか、まあ、不思議な感情になって、まあ、残りの階段もバーンと上がって、でその人影の目の前まで行ったんですよ。そしたら B 君の包丁持ってもらった。うわっ、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 気持ち悪いな。化粧してんのかってぐらい臭いな。B 君は完全にちゃんと怒ってたんです。うわ、その状況を考えるとやばいよ、やばいやばいやばい。
はい、ということで第7回か6回の続行はもうこれにて終了でございます。終わっちゃうんだ。これからも皆さん高評価のよろしくお願いいたします。お願いします。一番高評価いけばやっぱもう定期的にもうちょっと早いペースで頑張っていこうと思います。はい、ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の続行でお会いしましょう。バイバビ。やっぱセリさんの話めっちゃ面白いっす。出た出たよ後輩。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。